放送席そしてホークスファンの皆様、大歓声のど真ん中にこの人が帰ってきました。見事な2つの白星、荒垣なぎさ投手です。お帰りなさい。ただいまです。3年半ぶり、1273日ぶりの白星です。そうですね、ちょっと間が空きすぎて自分でもわけが分かんないです。はい、一軍マウンド自体も2009年以来久しぶりのマウンドでしたけれども、今日はどんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、まあ多分緊張するだろうと思いましたけど、まあとりあえずもう楽しもうかなという思いで、はい、あとはまあ投げれる喜びをね、はい、噛みしめて投げようと思いました。実際荒垣投手の表情を見ていても本当に穏やかでリラックスして楽しんでいる、そんな表情伝わってきました。そうですね、まあ脱力をねテーマにこのキャンプから頑張ってきましたし、今日も高山さんがね、まあ力まないでとりあえず打たせてこいということだけを言ってくれたんでね、まあ、本当にそれができたのが本当に良かったと思います。少ない球数で打たせて取る、そして最終的には完投、しかも無四球で投げ切りました。そうですね、まあ、本当に一番良かったのは、まあ、無四球ということが一番良かったと思いますし、それがまた次もね本当にできればいいかなと思ってます。荒垣投手、360度一周見渡してください。ホークスファン、この全員が待ってましたよ。ありがとうございます。嬉しいです。はい、その久しぶりのお立ち台どうですか。そうですね、やっぱ気持ちいいですね。はい、まあ常にやっぱここに立てるように頑張りたいと思います。打線も荒垣投手のために、そんな思いが伝わってくる援護点でした。そうですね、本当に野手のみんながね、声かけてくれましたし、国保さんにしろ、ま、マッチにしろ、常にね、声かけてくれて本当にもう本当に投げやすい環境を作ってくれて、本当に今日は、まあ、野手の皆さんに感謝してますし、またあとはね細川さんにも本当にいいリードをしてくれたと思ってます。はい、荒垣投手のグラブには感謝の2文字が書いてあります。この3年半本当に苦しい時の荒垣投手、いろんな方が支えてくださったと思います。今一番誰に感謝したいですか。そうですね、やっぱり、まあ、応援してくれた家族に、感謝してます。結婚してお子さんも生まれて初めての白星のプレゼントです。そうですね、嬉しいですし、早く家に帰りたいです。今日はご自宅でテレビで間違いなくご覧になっていると思います。奥様に一言。すみませんね、これから、どんどん、頑張って、またたくましいパパでいられるように、頑張っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。今シーズンは先発ローテーションの柱として大きな期待がかかっています。2012年の抱負をこのホークスファンの皆さんの前でお願いします。そうですね、本当に3年ぶりに戻ってきて、また優勝できるように、そしてこの先発ローテーションを守っていけるように、頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。見事3年半ぶり復活のマウンド、
新垣渚投手でした。おめでとうございました。まあ、投げられる喜びを感じながらのピッチングをしたいというね、今日のマウンド、そういうふうに本人も語っていましたが、はい、やはりこう感謝という部分になりますと涙も見えました。そうですね、はい、やはり苦しんだ分だけそういうふうになりますね。そうですね、はい。まあ、2008年の10月6日以来の勝利です。まあ、3年半ぶりのこの味わう勝利ということになりますからね。そうですね、はいはい、いろんな苦しいこと、いろんなことを思い浮かべると思いますよ、はい。しかも今日のゲームは今ウィニングボールもらってますが、はい、1人でこの27個のアウトを取りましたね。そうですね、はいはい。まあ、これは本人にとってもこのホークスというチームにとっても大きな1勝ということが言えるかもしれません。で、ね、はい、でみんなで助けてもらった27個のアウトですよね、はい。そうですね、はい。まあ、投手戦の中で先にこの味方が点を取ってくれた、はい、追加点もあった。8回にはとど、まあ、めのこの3点と言いますかね。そうですね、はい、理想的なその先制中押し、あとっていうことで、一番いい点数の取り方ですね。まあ、そういった攻撃のリズムをこの引き出したのもこの荒垣投手のピッチングということが言えるかもしれませんがね、はい、今日はそれに尽きると思いますね、はい。